どなたです。バツです。はい、バツも来ました。新しい D2、新女神転生やっていきたいと思います。私見てない。誰が？よう通信失敗すんな、これ。な、これどうやってやるの？東京新聞でたどり着いたようだね。改めて歓迎し、リベレーターズへようこそ。まずは君にはいくつかの指令をこなしてもらいたい。クエストかな。すなわちオーダーミッションさ。ああ、ストーリー1章2話をクリア。すごいね。あ、戦いとかするか。上の表示がマッカ、下がマグネタイト、この3つ目は何かよくわからんけど、あんかけるさん、これ何て書いてるの、ダメさんって書いてるの、打ち砕くことを期待しているよ。通信は終わったかい？ OK。 まあ今日のところはこの辺にしとこうか。悪魔とか D2 とかでもってリベレーターズとかぶっ飛んだ話ばかりでもういっぱいいっぱいって顔してるぜ。続きは後日としよう。準備ができたら秋葉原に来てくれ。ただしそんなにのんびりもしていられないぜ。君が進むのは裏側の世界だ。なるべく早く対応するんだ。はい、もうここからね、自由に行けるみたいですね。ダウォーメガチューン、メガキンです。ニシン合体やってみたぜ。生かした仲間ゲットだ。どんどんグレード上げてこうぜ。見てくれてセンキュー。今日の視聴者プレゼントだ。次のプレゼントはこれ。Don't miss it。 今だけ特別。あれガチャ？うん。でもガチャとかあるかや。ここがアイテムかな。はい。いうことね。これがプレゼント画面ね。で、ジェム、これは多分ガチャで使うやつですね。で、魔石っていうのが、回復アイテムかな、多分。デカビアラ、これはモンスターですね。ほんで、エンジェル。で、モコエ、ピクシー、プッシー。ほんで、アリアンロッド、ヤタの鏡。これは武器かな。ヤタのマガタマ、草薙の剣、武器ですね。行為召喚札。ジェム、でジェムが経験値の書もらえて、経験値の書、悪魔契約書、デビルアナロナイザー、マッスルドリンク、マグネタイト、10万ポイント。経験値の書じゃあ全部受け取りましょう。はい、こんなゲーム長いよ。うん、で、これが多分ガチャにね、まだ解放されてないと
で、まあいろいろちょっと試しに、これなんだ。バトルとかあるで。売ったりもできるかやって。うん、やっぱまあ席は回復できますね。敵全体のデビルマンの税を全て回復する契約書。悪魔との交渉を必ず遂行させる。交渉って、で素材が行為召喚する行為召喚。あ、これこれはあれだね。予測のまだかも。まだ曲がってますか。でジェムが100ジェムまで貯まりましたね。これは何だ、まだ何もできませんね。はい、というわけでね、ストーリーでいきましょう。ストーリー、まずプロローグ。せやからね、そこは被害者に落ち度があるんです。若者ね、どうせつまんない人生なんや。高齢者支えるきたね、ルーキー。覚悟は決まったかい。ワイドショーはくだらないが、起きている事件はシリアスだ。リベレイターズの出番なんだよ。君じゃなきゃできないことが。ニュースでやってたのさ、秋葉原で起きている連続行方不明事件。シェゲラ、この事件には背後にアコライツの気配がするぜ。若い男女が忽然と姿を消し、身代金の要求もない。警察は全く手がかりをつかめない。この事件の捜査を君に頼みたい。どうして自分がって顔してるね。悪魔絡みの事件はデビルダウンローダー以外には解決できない。うん、さあ勝負してよ、町へ出よう。急展開にびっくりしてるのかい。大丈夫、君は一人じゃない。リカも一緒さ。わかりました。さあ行きましょう。ね、あれって自分で女のとこキャラ決めれるか。うん、うん、はい、ということで、プロローグは終了。では次回、第1話の方へ行きたいと思います。まだこのハードとかこんなもあるみたいなんでね、難しいやつもあると思いますので、そちらの方はじっくりレベル上げてからやっていきたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。それでは失礼します。ダンザとアツでした。